元気がないぞーみんなー俺もないぞー今日もこの世から消えてしまいたいぞそれでも配信したるぞーと、うん、いうわけで、ね、あの、元気がない人はですね、元気よく、俺も元気がないとコメントに書いてください。<laughs> ね、いや、本当に元気ないんだなって思うのが、今日驚愕したんだけど、うんうん、ポッキー7年ぶり値上げ。 大きいまでね、まあね上い値上げで、ビール値上げだよ。ビールも値上げなの。ビール、チューフイ輸入ワイン計507品目、選挙が終わった9月1日出荷分から値上げ。<laughs> これちょっとわかりやすいませんか。<laughs> なんなんだこいつが。選挙が終わった9月頃からビールとかは値上げ。 ポッピーとかプッチンプリンとか199品目は選挙が終わった8月23日から出っけおかしくないですか<ん> <laughs> おかしくないですか自民,自民党のスポンサーなんだろうな。いやこれさひどくないかで,でこれに対しておかしいだろうおいっていうふうにもう言えないのよ。 みんなそうねそうねビール値上げなんだ、はい、へえ。ポッキー値上げなんだポキポキポキパポリパポリパリパリああ高くなってるみたいなこれねもうみんなずたずたに元気奪われております本当かねえほんとジャイアントポッキー作って岸田にパンって「<ん>おめとかっていうふうにやりたい本当かよ。いやこれねえあからさますぎませんか <laughs> 辛さすぎち <laughs> なみに選挙って何のことを言ってるかっていうと6月末からスタートして7月の中旬ぐらいに終わる参院選ですよ。そうですよこれで自民党が圧勝したら、うんうん、あ解散しない限りあと3年間、ゴールデンタイム自民党のねゴールデンタイム自民党のね、うん、ゴールデンタイム選挙ないあのなんか聞く力聞く力何も聞いてません聞く力の岸田が。 ミミスター検討ミスタターー、うん、あの私最初岸田は検討使だからっていうふうにコメント欄に書 <laughs> ちょっと面白かった遣唐使えっ <laughs> どういうことどういうこと中国に勉強しに行ったのっての思ったんですけどあのおかしいな俺岸田の本読んだけどあいつが言ったのはアメリカだけどなあっ遣ばっかりしてるからミスター遣唐使だろね<う>っていうそ,うそうそうそういやーなんで,で岸田に対してはふざけんなーってさ うん、言えますンさん、うん、もうねもう疲れた <laughs> それもしかもさなんか安倍晋三とかがさ「これは、うん、まさに親羅万象をつかる私としましてもポッキーの値上げは困るよねププー」みたいな感じで言われたさなんかムカつくじゃないですか明らかにごちのう好きだってもうね火つけたくなるわねで、うん、あの火炎瓶とかなりたくなりますねねほん、ね、だよ、うん、だけどあの、うん、菅さんがさ うん、あそれについてはポッキーが値上げというのはあ承知しているみたいなこと言われた <laughs> お前ポッキーとか似合わねえしもうちょっと落ち着こねかとかって覚えるないですか、うん、でアッソを歌う時はポッキーポッキーってなるかチョコレートのお菓子500円ぐらいになってるのかとかって言われてさアッソの今後もあごにこう,うこういうふうにしたくなるじゃないですかこういうふうに、うんうん、だけどさ岸田さんはさなんか、うん、はあ 今挙げた人たちに比べて、なんかこう、ちょっと腹立ち、は、なんか、わかりやすく、なんか、嫌な感じじゃないじゃないですか。うん。これね。うん。うまいよね。うまいよね。でもね。うん。あの。どんだけ、ちょっと、あの。うん。 昭和テイストなステレオタイプな言い方をしますけど、うん、どんな美人のお茶組み OL さんが入れてくれたお茶でもね給湯器で雑巾汁しろぼられたらまずいんですよ。で、うん <laughs> ね、体壊しちゃうんですよ。うん、だから見た目に騙されいいけない、うん、だから岸田さんはうまくやっているんだけども、うん、でもね、うん、あの例えばさ、うん、あの本来は。 うん、暴力とかさ嫌なことをされたらさ、うん、誰からされても嫌なんだけど安倍晋三だったらわかりやすい麻生、うん、だったらわかりやすいどっちもやだったら分かりにくいそうそうっていうふうになってる時点でもうね dv そうだもんもうね こでわけよ。でこのいっつもばっちーんって安倍に叩かれて姿にボッコーンって叩かれて岸田さんにピちってやられるとさ、うん、あなんか安倍とかすがり痛くないみたいな感じでこの人いい人なのかもみたいな感じになっちゃってるよこれうーんでもそうだよねやばいですよ、うんうん、昔はさあの決命談っていうのがあってさ別にゼロ推奨するわけじゃないけどさはい、はい うん、あのなんか儲けすぎていたりダメな権力者とかがいたらさ立ち上がったりしたわけじゃないですか天中,中だったわけですよ。うんうん、で「226事件」っていうのもあったじゃないですかあれは、ね、昭和恐慌っていうのが前にあって、うんうん、自分たちは田舎から出てきてね陸軍とかにいるとだけど自分のね地元の人たちはもう上にあえいでいる、うん、口べらしで女の子とかは売られてる。 それはね、わからこんな政治で許しているのか諸君決起であるみたいな感じで。うん。まあ、絶対ないよね。うん。もう。いや、ない方がいいんだけど。ない方がいいけど、うん。あの、そういう暴力は良くないけど、うん。ふざけんなボケっていうふうにも言えないぐらいもう変な。そうなね。変な。あ、モルツ値上げなのうん。モルツとか飲んでるやつ勝ち組だから、みたいな感じだろ。 ワインとかどうせ俺飲めないしプッチンプリン値上げですよ俺ポッキーよりもそっちの方が嫌だなもう高級菓子ですよプリンはもうプリンプリンプリンプッチンプリン値上げってなんかちょっと辛くならないもう子供がお小遣いって買えなくなるよ悲しいうんでさキリンビールとかさうん 六パーから十七パー値上げだよ。あー、でかいね。でかいじゃん。消費税より大きい、多いんじゃん。そのうちさ、三百五十ミリリットルのビールとかさ。うん。四百円とか五百円とかになっちゃうかもしれない。多分貴族しか飲めないな。いや、もう。うん。結構辛くないですか。嫌な仕事して疲れてさ。うん。今日は贅沢してビール買って。うん。スルメ買って。 一、うん、人で晩酌してひと月き万札を見ている皆さん、うん、そのスルメとビール買うだけで800円とかになっちゃうかもしれないですよ、うん、まあ1000円超えるかもねそれも、うん、下手すると俺大学時代の3食分の食費だよそんなになったら、うん、でももうみんなね慣れきっちゃっててさ、うんうん、怒れなくなくってるよねそうね恐ろしいよな 3%, 3から24%値上げされてかつ、うん、値上げした上で一部商品は内容量減らされるんですよ。だろうね。今、ポッキー買って、うん、で9月ぐらいにポッキー買ったら、うん、あれいいかもポッキー買っとくか <laughs>、まあ、そしたらいや本数は減りましたけど、あのーなんだえー、とチョコの部分をちょっと増やしました。 だから、4本分はちゃんと他のものに含まれておりますとかっていうねあの説明をするかもしれないじゃあ、最初からそうしとけやってい感じあ<笑><笑>まあね。いやもうですそういうことすら起こりうるよっていうことですよ。で、宮迫さんっているじゃないですか。はいあれが、ね、あの牛宮城っていうね、うん、焼肉店やってんですよ。うん でそこをまあこれ賛否両論あったんですけどもやってるんですけど、うん、もう宮迫さんのところも値上げまあそうだろうね半年で潰れるかもしれませんっ <laughs> て。かなんでさ芸能人飲食やりたがるんだろう正直あのー。 飲食は本当に好きじゃないとやっちゃダメだと思います。そうだよね。昔佐多正氏もやってましたけどね。<laughs> 売れてた頃にね。うん,うん。あのなななんでやるんですかね。いやだから同じ焼肉店でも宮迫がやってるっていう話題性はあるけど、でもそれってさオープンした時だけだよ。うん。でそう、ね、あの、うん、ついに、うんえー、日経新聞がね、うん、もうあの値上げラッシュって コーナーっていうのを作っちゃったの記事で <laughs> <laughs> <お>なるほどもう連載がもう連,<れ>連載っていうかもう連載どころじゃない、うんうん、例えば今日のニュースだったら、うん、ビール飲料も値上げのお波、うん、特売の目玉しょ消費に冷や水っていうふうに書いてるんですよね、えー、ビールや伊勢料飲料水で値上げの波が広がっている、うん、ねキリンビールは家庭用ビールやチューハイを値上げ うん、っていう風うに書いててへーってで二十六日のニュース見るとサントリーも値上げビールやチューハイ二パーから十パ、えーグリコポッキーなど三パーから二十四パー値上げない、えー、容量も減らすっていう風うに書いてあるで一個だけワークマンうんここは、えー、なんとか吸え起きします偉いぞワークマンだけど多分、うん、その分従業員が悲鳴を上げると思います。 そうだね今ワクマンほかにも25日はね味の素冷凍食品、うん、エビシューマイなどの値上げこれ最大20%ですよ冷凍,冷凍食品ってちょっと高いわけじゃないだからさあ,あんまり上げてほしくないなあ正直じゃあいつから値上げかうん8月 1>, <laughs> 1日から値上げなんで選挙の後なの おかしいでしょ、これ、どう考えても。でね、はあの日経新聞、あの5月25日、朝日飲料、三ツサイダーなど値上げ、いつからですか選挙が終わった10月1日からなんですよ。なるほどね。おかしくねえか、これ、いくらなっても。夏が過ぎたら値上げラッシュいやー、これ、どん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 選挙の後に値上げ、うん、選挙の後に値上げっていうふうに。 そんなニュースばっかり。うん、で、えー、なんです選挙の前にさ、うん、あの、まあこれ問題だよねっていうふうにこ言わないかっていうと、やっぱ物価上昇が嫌なんですよ。うんうん、岸田政権的には。だから選挙で勝った後に、うんえー、物価の上昇については緊張感を持って注視しております。何が緊張感やねんす。 てていうか、か、えーうん、玉ねぎっっ高くなったんですかよくわかんないっすみたいな、うん、あの人、自分で玉ねぎ買わないだろう。いや奥さんがねまあ買うだろうけどさああ奥さんの話も聞いてるかどうか微妙だじゃ聞く力の、ね、言ってる割にはいや岸田さんはねーあの総裁に自民党総裁になった時に奥さんとの食卓を写真に上げてたんだけどうん、うんうん なんかちょっとそれ明らかに手料理じゃないですよねっていうだとで奥さんがエプロンして立ってんのよ、うん、立ってこうやって球児さんみたいにやっててで、うん、岸田さんがこう座っているっていう写真がアップされててでも岸田さんにとってはそれは仲むつましい家庭のつもりで写真撮ったんだと思うんだけどうん何、うん、かもういろいろずれてそんな庶民の家庭はねえよ奥さんが立ってるなんて。<laughs> <laughs> エップロンして奥さん立って、うん、で出されてるのがちゃんとした料理じゃないんですようんいいよーなんかとりあえずあの値上げ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 ,上げうひ、ん、たすら値上げうん、うん、これなめられてるよね国民うん国民のあごくいねされてます ねルルでルル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 ルにやめられてるんですよブルル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 っていやこれで怒らないんだろうねコンさんどう思いますあのあまりにも叩かれすぎたのでこれまであっああねえ円安消費税値上げみたいな感じでああああっあ税あっあっあ税あっあ集団っあ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 あああああみたいな感じで うも<う>でバイデンもやってきたよ、うん、お前らもっと思いやり予算増やせ <laughs> そしたら国連の常報委員会出てやるっピシェみたいなほ分だって分かってんだろうなピシェピシェみたいな感じだからいやーでそれでだよ、うん、その自民党のですよ、うん、細田議長、うん、衆議院議長が、うん、あのセクハラ疑惑があって。うんうん で私はまあ立法府のさなんて行政あいや行政府のさなんて立法府についてはあの具体的にコメントはしませんってくださいこれ何言ってんのこいつうんもうもうわけ分からないこれさ、うん、なんかそれっぽいこと言ってるけどうんあの逃げてるだけじゃんそうだよこれは あかんや、うん、理屈は立ってないよ、いつも岸田さんは。うん、あのなんか優等生がさ、うん、えとテストの,あの先生に言われるままの求められる回答をそのまま書いてて点取りますっていうことはうまいっていう優等生の作法だよね。つまり細田さんをさ、まあ自分より年上だからさ、そんなにガーガー言えないわけだよ、総理であっても。と腰抜けだな。腰抜けなのよ。 本当はね、もし女、子どもの,の立場に立つならば、小空さん、そんなね、疑われるようなことを、私は事実は知らないから、うん、あなた、疑われるようなことをやったから、こうやってねあの、炎上したりするんだよと、うんね、そこはね、総理として私はね、あ,のあなたは年上かもしれないけど、言わせるを得ないんだと、そのぐらいの指導はさせてくれよと、な、うんねあの火のないところに煙が立たんと言うじゃないかと。 だからあなたが事実無根と言われても、政権はそうは思ってくれないのだよ、うん、そのぐらいの諭しはしてほしいよね。してほしい。うん。なんでされないんだろう。なんか握られてるのかもね。握られてんのかな。お前が総理になった目はこっちが作ったんやで、ふふふと思ってるかもしれないよ、細田さんとしては。いや、でもこれ、本当に選挙終わったら。うんうん 値上げがどんどんあの進んでいくわけでしょ、うん、で苦しくなるでしょ、うん、じゃあ岸田さんは労働者の味方ですか名前年間労働者の味方ですかなわけねえじゃん。<laughs> ってことは連合がすり寄ってるだけだよ経団連の味方なわけですよねそうだよどう考えたってお嬢あ,あのコスト削減をねしやすくするために、うんうん、みんなあの協力しちゃうよ でそれコスト削減って何かって,ってもう原材料費は限界まで下げているからやれることって言ったら、うん、リストラリストラうんうんであの10人で回してた仕事を7人でやれっていうふうに言われて労働環境が過酷になっていくんだようんで非正規増やしたら竹中平蔵はほらだから非正規必要だろって言い始めるでしょまだでもさ竹中平蔵の理屈は非正規を増やしたら、うん うん、あの経済が良くなるって話なんですけど、うんだから人件費が重くな,ならないようになるから、企業はあのなんていうの、コストをカットできて、ね、もっと利益をあの埋めるっていう、まあ、そういう発想だよ、ね、いやそうなんだけど、非正規だいぶ増えましたけど、GDP 全然上がってないですよ。 つまりさ、所得が下がる、もしか生正社員でなくなるってことは尊厳に関わるわけ、うん、そこが竹永平蔵の見えてないところなわけ。うん、人間ってさ、お前今まで正社員だったけど、明日からいなくなっていいよって言われたら、そう嬉しくないじゃん、どう考えたって。で、ほら、しょうがない、もうすぐには再就職で正社員なれねえなと思ったら、尊厳が傷つくじゃん。うん、そこまで見えてないわけよ、竹中平蔵って、男は。まあ、そういうのが嫌だったら、努力しろっていう。そう。 だからもう完全自己責任主義になってしまうわけだ、うん、そうすると一人一人国民の分断があの進んでしまうわけ、非正が増えれば増えるほど、うんうん、分断が増えれば増えるほど何が起こるかって言ったら、一人で何も社会は変えられないから、結局は私、お亡くなりになりますとか、私、精神病なりましたとか、うん、非常に行くことあの国民が疲弊していくんだよでさらに怖いのは、うん、その今は値上げで済んでるんですよ。うん あのウクライナ危機がもっと悪化していくと、うん、金を出しても買えないっていう事態にもなるんですよ、これ。ものがなくなるってことでね、はいうん、入ってこなくなる可能性もあるね。えそれ、多分岸田さん、分かってないんじゃないかな。うん、いや、あのね、清水さん、聞いてくださいよ。<あ>今ね、僕ね、子供ギャに関するね、<あ>国会議員にみんなでメール出して。うん 彼らが本当に子どもギャの基礎知識があるかっていうのを、うん、あのメール一発で問いかけようと、うんうん、でこっちは文面用意して、それコピーして送ればいいかなっていうプロジェクト始めてるんだけど、うんうん、なんでそれを始めたかっていうと、まあ、子ども基本法と子ども家庭庁っていうのがね衆院可決して、今、参院で揉んでるんだけど、うんうん、こいつら本当に国会質疑、俺今しつこく見てるわけよ、うんうん、中継を。1>, うん、まあ1日8時間もやってたりするんだけどさ。うんうん、でそれいちいち見ててわかるのが 基礎知識ないまま議論してんだよってことは、うん、いやでもンさ、うん物価の値上げに関しては基礎知識がありますよ、うん、子供には無関心だけどなわけねえんだよなそうなのよ。俺ね本当にそれねみんな驚くかもしれないけど。 でメディアはさ、ちょっと高学歴な人たちから働いてるよ、報道機関って。うん、だけど、あなたたちが考える、つまり偏差値70、80の人たちが考えるように、うん、岸田は考えてないぞ、うんあの、バカとはあえて言わないけれど、1た、う、す、ん、1, 1は2レベルの基礎知識を、うん、僕が言ってるのは、うんうん、別にあの、あ区区ができ,できるのは全員できる、まあできてほしいけど、うん、そのレベルまで求めてないのよ、俺は、うん、あえて。 1たす1は2だよねって基礎知識、うん、その,その業界というか、その世界だったら、普通は知ってるはずだよねっていうようなレベルの基礎知識をあの国会議員に求めてるわけ、俺は。けど、岸田、それすら分かってないかもよ。うん、だってそうじゃない、円安、消費税、増税、だって自民党考えてるじゃん、うん、これ、いずれやるからね、あのこの選挙のあとに必ずやるからね。うん 円安、消費税増税で、ね、市場価格の値上げが後とついてくるわけで、うん、秋口、うん、どうしたらいいんですか岸田さんって言ったときにさ、多分答え持ってないけど持ってないね。うん、だってこれ、バイデンだって苦戦してるからね、今。そうです。コロナで気温低いから。だから、あのーまあ、だから岸田さんがやってることっていうのはすごい分かりやすいね。うん、選挙が終わった後に値上げすればいい。 そうでそ,うそんなの大企業たちとさ自民党が忖度し合って組んでるんだったら、うん、自民党が大企業に対して忖度したことをやるわけですよ今度そうですよそしたらこれ終わりようん,んまずあの庶民は切られていくよそうあのー、だからさっきリストラの話がちょろっと出たけどもさ あの清水さん、経営者だからよくわかると思うけど、うん、あの正社員雇用したら簡単には切れない、ねうんうん、無理ね、うん。だからね、意外と雇用っていう問題は経営者にとっては深刻なんですよ。うん、だって、もし間違ってあ、あれ、採用しちゃったけど、こいつ使えねえなと、うん、正直あるじゃないですか、うんあるね、10人取ったら、まあ、頑張って2、3人はかなり優秀かもしれない。 いいそんなんやったらええわ10人取ったら23人はせいぜい使えたらいいっていうレベルですよ <laughs> なるほど<ー>それがまあそうだよね野党、うん、かつまり金出す側の論理としてはそうだよねって、うん、78人はアウトなんですよ、うん、言ってみれば頑張って23人が残り78人のできないところを保管し合ってなんとか会社成立じゃないですか、うん、っていう具合なんだけどもじゃあもし会社がね えといつでもその人たちを切っていいと、うん、別にあの定,年対しあの定年まで働かせるというあ、違う、働いて、働けますよとかいう口約束はできても、普通は雇用契約にそこまでは盛り込まないから、うん、じゃあ,、まああの、2年目は自動的に更新するけれども、こちらからもう一方的に解雇していいって法律を自民党が作ったらどうする、皆さんまあその時何なんか言っても,も、無駄よよ手遅れよそうよ。で、実際今ね、 あのフジテレビですら一億円の退職金出すから、うん、ね早く出てって五十代って言われて肩叩き始まっちゃってるで、うん、ポンポンとでも僕らほらフジテレビみたいなさ一億くれるようなところに多くの人は勤めてないよね、うん、勤めてない多分退職金もらえるかどうかやべえって中小企業の人の方が多いわけじゃないですか中小企業基本退職金ほとんどないと思うよそうそうそうだからもう老後厳しいわけだよ、うん、そうなるとただ出てってくださいになりかねないわけ。うん うん、でそれを促進する法律だって政治家は作れるんだよ、国会議員は。うん、で、岸田が、あもうそうかと、経団連の人たちが、ちょっともうなんか人件費重い重い言うとるわと、うんね、ほなわかった、じゃあ、スパッとあの首を切れる法律を作りますわと、うん、なったら、若者はもちろんのことですよ、今、ただでさ、あのしあのし新卒の求人って結構厳しいじゃない、うん、昔に比べればかなり厳しくなった。うん だけど、今、首切られるのって、おそらく今、50代って言われてるけど、おそらく前倒しで40代になるよね。うん、きっと。なってくるなってくる。んくるうん、だから、40代だともう結婚して子供いたりして、下手すると家まで買っちゃってる可能性あるじゃん。うん、大変っすよ。で、そういうふになっていっても、うん、解散がなくって3年間、うん、も,うもうその最中に、おら、プシ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 ,プシってやって、国民の元気奪っておいたら、うん。 もうう選挙また自民党入れちゃうよ <laughs> そうなんでご主人様ひも入れますんで叩かないでくださいっつってじゃあ分かった分かった今までは両手ビンタでバン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 っていうふうにこうバン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 ってやってんだけども、うん、今日は次次のあ次自民党入れたらあ,あの、うん、2>, い2回はねこう両手ビンタこうやってバンバンってやるけどたまに片手しかやらなくやらないておいてやると、うん、だから自民党入れる嬉しいだろ優しいだろう俺」みたいなそういう感じになりますよこれ。 そしたらありがたいやーって思っちゃうんだよ。やって自民党切れよっておかしい。<laughs> だからもうさ、自民党入れてる人たちは狂ってるとしか言わないんだよ、もう。DV に合ってる、DV に。そうそう、うん、DV のね、被害者なんだよ、もう完全に。うん、でも本人は、でもしょうがないじゃない、とりあえずビールと同じように、とりあえず自民党なんですよ、うん、っていうふうにね、あのー、おじいちゃん、おばあちゃんも言うかもしれないね。いやー まあこれもね、第二のあのー、立件が悪いんですよ。まあね。うん。指示したいのにさ。うん。けのわかんないポスター作ったりしてるわけだから。フ <laughs> <laughs> ちゅうかあの、泉、泉健太、今何やってんのかな泉健太。泉健太もツイートがさ、もう危機感なさすぎやん、この人のツイート。泉健太のツイートってさ、うん。ちょっとあの、 なんか、グーグルで泉健太って検索すると、泉健太、ツイッターが一番上に出てこないんですよね。もうその時点でアウトだよね。えー、えー、泉健太、お雑誌ファクターに生活安全保障についてのインタビューが載りました。また渋いところに載りましたね。せめて、せめて、あえらとかにね、インタビューされたらいいんだろうけどさ。これ、あの、でもファクター、私も取ってますよ。 おう買ってるんですけど、この,、うん、のファクターはね、えーとうん、オリンパスの不正会計暴いたスクープで有名。ああ、そうですね。うん、あはいはい、でも、でも渋すぎやろ。渋すぎやろ。<に> <laughs> そんな、通好みのメディアなんやけ。<laughs> なんでファクタだろうね。 それだったら、徹子の部屋に出させすらって言えばいいのに。うん、うんそれもありだね。まあ、ファクターに出るのはいいんだけど。そう。もっとメジャーなメディアに出てくれよ。うん。お母さんと一緒とか今やってないか。子供番組にもいいから出てくれよと。あ、天才テレビくんとか出てくれよ、以前言けた。天才テレビくん懐かしいな。うん。そうすると、子育てママパパが見てくれよ。いや、さ、値上げという意味ではね。うん。おサムリー。 円安になってね、値、うん、上がりしちゃったよ。値<る>上がり。輸入サプリ厳しっす。値、うん、上がりしちゃった。でも別にね、サプリだからじゃないんだよ、皆さん庶民の皆さん。日本は食料自給率四十パーだからね。うん、だからほとんど中国とか他の国から来てるんだよと <あれ S 2> 食材は。うがそうなっております。うん、そう。だから当然高くなるのに決まってるじゃん。うん、円安なんだ。 いやだからねこれまず、うん、あの今ね安富さんと実はね東大教授が語る世の中の真実っていうのを売ってるんですよ。うん、これってね何なのかっていうと、うん、みんなが何で元気を失ってるのかっていうなるほどこ,これの構造的な問題について語ってるんですよ。なるほどでじゃあその元気が出ましたとあるいはここから逃げたらいいんだ元気を奪うところから逃げないとダメだからね。うんうん 残念なお知らせがあるんです。あら、あら、なのにあなたの元気を奪っているところは、うん、99%の確率で、職場なんですよ。あー。じゃあさ、この職場、やばい。元,<ー>元気奪うところだ。よし、やめよう。できます <laughs> まあ、できないよね。できないよ。 うん、だからその職場危険だなって思いつつもその職場の中でも危険ゾーンっていうのがあるじゃないですか、うん、あ,あの部長に近づいたらやべえとか、うん、この事務員さんやべえよとかね、うん、でそういうのが逃げつつその会社という資源を利用して副業を始める、うんうん、だからコンさんとこのねあの副業口座を売っているのは、うん、サバイバルなんですよ本当にそうなの でもうほとんどの人はね、そんな危険なところから逃げろと、うん、ね職場が元気を奪うんだったらそんなところやめてしまって自分で起業しよう、イエーイわかりました、清水さんそんな元気あるやつはほとんどいないんですよ。そ<う>だからなんで私がコンさんと副業を売ってるかって言ったら、うん、今のうちに自分で救命ボート作っとかないとやばいよ、うん、その通りなんです。そう その今のうちってこれすごくいい言葉だよ、<laughs> 本当にね、今のうちなんだよ。この「タイタニック」が沈んでいく中だけど、もうちょっと時間あるから、そ,<う>その間に自分で救命ボートとか救命具を作っておかないと、うん、いや、一番いいのは、この「タイタニック」やばいやんっつってね、俺、あの向こう岸、もう見えなくなったけど、ドボーンって、ほ、うん、んで、うわー、うわー、うわーって泳いでね、岸まで行くからっていうね、うん、そんな人は最初から乗ってねえんだよ。本当だよ <laughs> だから、えー、今のうちに逃げる算段を考えておかないとそ<う>おかしいじゃん今日取り上げたけどさ選挙の後に逃げ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 っておかしいでしょどう考えてよ、うん、そうだからねあのー、みんなねやっぱり今まで後荒れてきてるから、うん 何かあのー、1日8時間会社にいたら金が入るっていうに勘違いをすり込まれてるわけよ。で、そこからね、うん、やめたらお前なんか使い物にならないんだって言われ続けるんで。そう、だから尊厳の問題ですよ、まさにそれが。うん、ね、どうせお前なんか独り立ちしても無理なんだ、無理なんだ、無理なんだ、無理なんだって小さい頃からさ、うん、まあ親にも教師にもさ、バイト先にも言われたりしてたわけじゃないですか。うん、すごい自己評価下げられて日本人って育ってるんで、うん 怖いことにね,ね、うん、だけどですよ、いずれこの国はもう少子化でものすごい勢いで今、子供が減ってて人口が減るんですよ。うん、何十年生きれば生き,生きるほどですよ。うん、え日本というのはオアコンと衰退をどんどん下降船で転がれ落ちてるわけ。うん、だからまあ、泥船というか沈没船だよね、うん、言ってみれば、うん。もうタイタニックみたいなもんだ。昔はね、うん、あの武器黄金の国って言われたね。この ジャパンですよジャパンね、今、ものすごいの。あのゆっくりゆっくりね、あの座礁してね、穴開いてね、タイタニックね、ゆっくり傾いてるゆっくり傾いてるから、今だったら逃げ出せるわけ。まだ何年かは大丈夫だよ。ただし、ただし、本当に自民党の右派がね、急いで、やっぱり国家総動員法を作りましょうということで、戦争できる国にしましょう、国民投票やりましょうって言って、 実際に国の形が変わるかもしれないけど、うん、間の3年間でこれから。うん、でそうしたらね、国家総動員法がでったら、簡単には外出れません。うん、怖いな。出たくても。怖いなそうあの。だから、本当にまだ戦争しなくても国家総動員法ができ,できちゃったら、もう外出れないんだよ、簡単には、うんね。そのやつ下手すると銃殺されちゃうかもしれないわけ。怖すぎる。うん、怖すぎる。ちなみにね、 「タイタニック」って,って、ねうん、あのでき今もうこんな危ない船なんで乗ったんだって思うかもしれないでしょみんな、うん、当時1900年代ね最初の頃ですよ20年とか10年代は「うん、タイタニック」は不沈船だって言われたんです、うん、そうよ絶対沈まない何てすごい船ができたんだっていう、うん、そうやって宣伝されたんですよで実際に、うん、今の技術から見ても「タイタニックは」は、うん 確かにこれは沈まないようによくできてるわってなってるけどあれだよそうですよだから今のうちに逃げる準備しといた方がいいでまそのためには元気を何で失ってんのかって俺は分からんこの何でこんなにズタズタにね選挙終わったら「お願いします」「逃げいします」「逃げいします」ってほど毎日出てんのにざっけんなよっていうふうに。 言わないのはもう元気奪われてるから、うん、でも元気奪われたとしてもどこに逃げたらいいのかわかんないでしょ、うん、だからあのコンサーの副業っていうのはまあ逃げるために、うんね、命綱を作っとこうぜっていう意味で、まあ、今日までもさ、うん、あまりにもさ露骨、うん、選挙終わってから値上げします選挙終わってから毎日そんなストーリー書いてないんだよ書いてないけど8月から値上げ9月から値上げ10月から値上げ選挙7月に終わるんですけど何これ これ、振りだよね、言ってみれば。うん、あの値上げの振りというよりも、あのもう自民党勝ちますっていう振りです、うん。うん、経団連に入っているあの大企業さんたちは、うん、みんなそれを踏まえてるわけです。うん、当たり前のことじゃないですかと思ってるわけですよ。うん、ああ、怖いわ。まあ、ちゅうわけで、はい、逃げるためにも。うん ね、うん、あのー、コンさんの副業講座とかまあ買い方この下に書いてあります、うん、YouTube の説明に書いてありますから見ておいてほしいなと思います、うん、早めにね、うん、いやー恐ろしいなで最近ですねコンさん,うん、うん、虫が飛んでるんですよ私の周りに,にプーン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 ,プーン何やろうプーンプーン、うんあ値上げ虫だ <laughs> <laughs> そんな虫よ <laughs> 私は周りに飛んでるんです怖いわ、うん、なのでそろそろ値上がりがするかもよ、うん、っていうことで<や>今日も<だ>私は<だ>チャンネル登録といい <laughs> つまり今日のうちは一気満万札は選挙の前に値上げするかもしれないなわけないだろ いいやいや要するに選挙に忖度せずに値上げしますよっていうことです。<laughs> なるほどね。はい。うん、今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく。それでは。